やみつき松本です。ということで本日はダイソーさんの6月の新商品ということでダイソーパトロール行ってまいりましたので、見つけてきたですねキャンプに使えるような新商品、ちょっと今回は飛び道具も含むんですけども5品ですねピックアップしましたのでご紹介していきたいと思います。ちょっとですね、皆様に謝らなければいけないことが一つありましてですね、ダイソーパトロール、私、実はですね、車持ってないので、自転車で8キロとかね、10キロぐらいを走らせてですね、必死に一番大きなダイソーに行ってきたんですけども、ちょっと前に YouTuber の福さんがご紹介していたミニバーベキューグリルということで、今まではインスタントコンロと呼ばれる、一回火をつけると全体が燃えてコンロとして使えるんですけども、一回こっきりで基本的には使い捨てという形のインスタントコンロというものがダイソーさんでも550円で販売されていたんですけども、今回ですね、ミニバーベキューグリルという、いわゆるホームセンターとかでよく売っているような足つきの何回も繰り返し使えるようなバーベキューグリルが販売したということで、それをね探しに行ったんですけども、先ほど言った通りですね、自転車で行ってしまったんですよね、何を考えたかということで実際買えなかったんですけども、様子をねお届けしたいと思うんですけども、1100円で2から3人用ということで販売はされておりました。ダイソーで買えるっていうところでね、気軽に買いやすいというメリットはあると思うんですけども、価格的にはまあ1100円ということなので、 Amazon とかで探しても、まあキャプテンスタックさんのものとかね、足つきのああいった普通のバーベキューコンロみたいなものは近い価格では結構販売されているものもありますので、ちょっとね概要欄の方に載せておきますけども、かなり安いことは間違いないので、ダイソーさんによく行かれるという方でバーベキューをね楽しみたいという方で、コンロさらに持ってないよという方はその辺もチェックしてみていただければと思います。ということで、せっかく目当てのものがあったのに自転車で行ったので持ち帰れなかったという残念なご報告から入りましたけども、ここからはですね、購入できたアイテム5品飛び道具含むということでお届けしていきたいと思います。まずですね、1品目2品目一緒に見ていきましょう。1品目と2品目はこちらです。テーブル用タオルハンガーとテーブル用三連フックです。これ簡単に言ってしまうと、まあ、ここに書いてあるようにテーブルに引っ掛けるだけで簡単に取り付けができて、ゴミ袋とかタオルを下げておけるというテーブル用タオルハンガー、これが販売されていました。それから同じようにですね、テーブル用三連フックということで、こちらはお玉とかトングを下げておけるようなものですね。用途がちょっと違うんですけども、こういった2種類の商品が販売されていました。ちょっと違いを見てみましょう。まあ、こんな感じで形状に多少違いがありまして、主な違いは3つ突起があるんですけど、この部分が上になるようにテーブルにガチャンと挟むということなんですけど、下げるところがただの棒になっているか三連のフックがついているかという違いだけですね。この手のねフックを見ると、私どうしてもですね、ちょっと前に動画にもしたんですけど、無印良品の頑丈収納ボックスというね、白いよくあるボックスあるじゃないですかね、あれに以前はセリアさんのバーベキューコンロ用のフックを下げるとちょうどジャストフィットして収納スペースが広がりますよというお話をしたんですけども、今回もねこちら購入してちょっと試してみたんですけど、ハマるにはハマるんですけど、ちょっと本来の用だと横に差し込むような形状になっているので、形は変わってしまいますけども、何らかの収納スペースのアップにはつながるかなというところはあります。特にテーブル用タオルハンガーはある程度安定性もあったので使えるかもしれないですけど、テーブル用三連フックに関してはちょっと収まり悪かった感じはするので、まあ無理に頑丈収納ボックスのカスタムとして使うという使い方は推奨はしませんけど、まあ一応そういった使い方もできるということで、よろしければね、あの動画結構有益だと思いますので、過去動画の方もご覧いただければと思います。ということで、ダイソーさん今回見つけてきた新商品、テーブル用タオルハンガーとテーブル用三連フック2品一気にご紹介いたしました。そして3品目はこちらです。もうこれはね深く話しませんけども、ダイソーで焚き火用シートが販売していました。もうこれね見たことあるよという方結構いらっしゃるかもしれないんですけど、私の動画でもですね、過去動画でご紹介しておりますけども、こちらですね、キャンドゥさんでも全く同じ商品ですね。パッケージ見る限りだと本当に全く同じだと思います。商品が展開されていたということで、最近の100均ちょっともうわけわかんないですよね。なんかあれこれダイソーだったっけ、キャンドゥだったっけみたいなこと、特にダイソーさんとキャンドゥさんは同じ商品が展開していることが多いように感じますけども、まあ、キャンドゥさんで展開していたこの焚き火シートがダイソーでも買えるようになっていましたということで、キャンドゥで以前あってダイソーでも販売されたという商品ね、他にもたくさんあると思うんですけども、まあ、今回代表してこの焚き火シートも売ってましたよということでお伝えしておきますけども、すごく簡単に言ってしまうと、焚き火台
の下に敷いて熱や火の粉から地面を保護しますと書いてあるんですけど、まあ正直それほど効果があるとは思っていません。何度か使っていますけど、過酷な環境でというかね、例えば芝の上でこれだけ火で焚き火台とかそういうのはちょっと無理だと思います。そもそもね、焚き火シート自体はまあ火の粉対策として使うことが多いので、熱対策としてはね、地面からの距離を取るですとか、他にもね、いろいろな対策がありますので、これをね、あまり過信しすぎないようにというね、注意だけはちょっとね、お話はしておきますけども、火の粉としてはね、多少ないよりは全然あった方がいいとは思いますので、特にね、ソロで小さい焚き火台とかを使う方はですね、一つバッグに忍ばせておいてもいいんじゃないでしょうか。ということで3品目ですね、キャンドゥさんで販売されていた焚き火シートがダイソーでも販売になっていましたということです。そして4品目ですね、4品目はこちらです。トラベル収納ケース引っ掛けフック付きということで、これもね、ちょっと前に動画にしたんですけど、無印良品のこちらですね、化粧ポーチ。私の中ですごく神アイテムで、普通はね、こう洗面用具とかを入れておいて、濡れないように洗面台の近くにこうかけておいて、両手でこう中のものが取り出せるというメリットがある商品なんですけど、これキャンプにもめちゃくちゃ便利で、無印で売ってる神商品として以前の動画でもお伝えしたんですけども、その動画に関してダイソーでもありますよみたいなことを教えていただきましてですね、で見たところですね、確かにありました。見ていただければわかるんですけど、明らかに質感は無印の方が上です。これ値段2000円近くする商品ですので、こちらのダイソーの商品は200円ということなんで、およそ10倍の価格差があるので、ある程度はね、まあ仕方ないかなとは思うんですけど、ここがチャックになっていて、開けるとこんな感じになってます。本当に生地感がペライだけで、中はほぼ一緒な気がします。なのでキャンプにおいては、例えばこのフックを使って引っ掛けられるところ、キャンプにはたくさんあると思うんですよね。ロープですとかテーブル周りとか椅子周りにも引っ掛けられるかもしれませんし、ここに例えばある程度調味料ガバガバっと入れて、普段はこうね閉じて持って行って、キャンプ場に着いたらフックで手の届くところにかけておくという使い方をするだけで、だいぶね便利になりますので、想像力次第でスパイス以外にもすぐ手に取りたいものを入れておくのにすごく便利な収納ケースになっております。ちなみにサイズ的にはこんな感じです。16センチ15センチ8センチとなっております。こちらの商品はあくまでキャンプ用品コーナーにはないので、トラベル用品コーナーかな、まあバッグとかがまとまって売ってるところに販売されておりましたけども、これよりもファスナーがついていなくてペリペリでこう連なっている同様のね、かけておけるフック付きの収納ケースもありましたし、実はね、もうちょっと質のいい300円のこの収納ケースもあるらしいんですよね。リニューアルなのか併売されているのかちょっとわからないんですけど、そういったものもダイソーで確認されておりますので、キャンプにおけるちょっとした収納が欲しいよという方はね、ダイソーの方ね、ちょっと探してみてもいいと思います。ただ質感っていうと、やっぱりこう無印のこのしっかりした感じ比べると、やっぱりちょっとね貧相な感じはしますけど、まあ持ち運んだりする分には十分かなとも思いますので、キャンプにおける紙収納アイテムもダイソーで販売されておりましたということで、4品目はトラブル収納ケースでした。そして最後ですね、5品目ですね、これ皆さん度肝抜かれないでくださいよ。5品目にご紹介する商品はこちらです。完全ワイヤレスイヤホンです。キャンプ道具って言ったじゃんみたいなことね、感じる方もいらっしゃると思うんですけど、こう見てください。完全ワイヤレスなんですよ。ワイヤーがレスなんですよ。線がないんですよね。もうこれキャンプ道具ですよね。ということで、注目のアイテムでもあったので、私の方でもちょっと買ってみました。まあキャンプにおいてね、例えば音楽を聴きたいとかいう時は、まあスピーカーとかね、用意して聞かれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱね、周りのキャンパーへの配慮ですとか、夜に音楽を聴きたいとか、寝床に入ってから YouTube を見たいという方にはですね、普通のね、イヤホンでももちろんいいんですけど、今回なんとダイソーさんでワイヤレスイヤホンが売ってるんですよ。で、私以前からこのゲオで売ってるね、ワイヤレスイヤホン、これ3000いくらだったんですけど、それでもね、当時めちゃくちゃ安いっつって噂になったんですけど、今回はなんとダイソーさんでも出てしまったということで、軽く開けてみますけど、質感はパリッとしてないウインナーみたいな感じですね。一応ね、ちゃんとこうケース付きで、イヤホンの形状としてはこんな感じです。で、通常時はここに入れておくと、わかりますかね、ここね、赤くランプがつきましたね。充電が開始されるという、充電自体をこのケースに入れて USB のタイプ B ですかね、ここに差し込んで充電しておくということですね。まあ非常にコンパクトですし、キャンプに持っていくにも十分な再生時間があるんじゃないかなと。イヤホン4時間、充電ケース6時間の計10時間ということになっておりますけども、まあキャンプにおいても1泊2日程度でしたら使いやすい部類ではないでしょうか。で、まあハンズフリー通話とかにも対応してますので、例えばね、火の回り
で両手が塞がっている時にでもですね電話もできるということですね。かなりお安いと思います。品質自体はまあいろいろ私ねガジェットも実は大好きで、まあ、YouTube やってるぐらいなんでカメラとかもねかなり好きなんですけど、まあいろいろなレビュー見てる限りだと低音がかなり強いというところですかね。あと遅延も多少はあるということなんでめちゃくちゃ高品質というわけではないですし、ノイズキャンセリングとかも入ってはいませんので、まあ、そういったねちょっと上位機能を求める方はもちろんこれあまりお勧めしないんですけど、初めてのワイヤレスイヤホンですとかキャンプでね音楽聞きたいけどちょっと周りが気になるとかね YouTube 見たいけど大音量で流すのは恥ずかしいみたいな方はこのイヤホンっていうのはね実はキャンプのクオリティをね一つワンランク上げてくれるアイテムだとは思いますので、まあ今ね自分のお気に入りのイヤホン持ってないよという方はダイソーさんでも一応ねこの1100円で買えるワイヤレスイヤホンが出たというかすごい時代ですよね。まあ一応ね今回ご紹介させていただきました。今回5品の新商品をお届けしてまいりました。収納小物ですとか収納スペースのアップ小物、それから、キャンドゥさんでも売っていたものが再販したよというところと、キャンプとはまあ直接関係ないかもしれないけど飛び道具としてめちゃくちゃ目玉商品が出てますのでちょっと要注目ということで5品ピックアップしてきましたけども、セリアさんのね新商品ドカドカっとね70品以上出た後ですね、ちょっとね新商品落ち着いてる感はありますけども、これからもですね100均ダイソーキャンドゥセリアパトロール欠かさずしていきますので、またパトロールの様子とかですねラジオも始めましてボイシーという、プラットフォームでラジオパーソナリティとしてもラジオ配信をしております。パトロールの様子とかの速報はですねそちらの方で流していきたいと思いますので、ゆるい速報が聞きたい方はそちらのねラジオの方もまあ、キャンプニュースみたいな感じでお届けしていきたいと考えておりますので、よろしければねフォローいただければと思います。概要欄に貼っておきますけども、これからもこういったね100円の商品、それからワークマンさんの商品、それから雑誌の付録などですね、これからキャンプを始めたいという方、またキャンプを始めた初心者の方のグッズ選びの参考になるようなコスパの高い商品をご紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。